こんにちは、カワポンです。今日は G マーチの8個の国際経路学部の比較をします。まずは設立年度を見てみましょう。青山学院大学の国際政治経済学部と法政大学の国際文化学部の歴史が比較的古めになります。そして残りの学部の設立年度がこちらです。じゃん、こちらです。すべて2000年以降となります。国際系は全般的に歴史は浅めとなりますね。特に2008年度は3つの国際系の学部が同時に登場した形になります。当時の受験生もどこを受験するのかかなり迷ったと思われます。次に偏差値の推移を見てみましょう。すべての学部が上昇しています。特記事項としては2016年度には立教、明治、法政の新しくできた国際系の学部の人気の上げが凄まじいところですね。それでは直近の2021年度を見てみましょう。じゃん、こちらです。立教の異文化コミュニケーション学部と明治の国際日本学部の偏差値が76でトップになっています。新しく加わった学習院大学と中央大学の学部はやや抑えめな偏差値になっています。次にタップル合格した場合、どちらに進学するかのデータになります。偏差値が2トップの立教と明治のデータしか拾えませんでした。ごめんなさい。週刊ダイヤモンドさんによると、2021年度は立教大学の異文化コミュニケーション学部を選択する生徒が圧倒的に多かったようです。ちなみに、2016年度でのこの同じ学部の比較では、立教大学の異文化コミュニケーション学部の選択率が 100% となっていました。次に、それぞれの学部の受験者の人気の閉館先のトップ5になります。少し古いデータになりますので、学習院大学と中央大学の国際系の学部は記載しておりません。現在は状況に変化があるとは思いますが、参考までに記載しておきました。ざっくり解説すると、青山学院の国際政治経済学部は、早稲田と明治の併願志向が強いようです。法政大学の国際文化学部は、マーチとの併願が多めです。立教の異文化コミュニケーション学部は、上位大学の国際系の学部との併願が多いようです。明治大学は、早稲田との併願が多いようですね。法政のグローバル教養学部は、マーチでの併願が多めでした。次に、志願者の推移を見てみましょう。個別学部入試の志願者の推移になります。大まかなポイントを見ておきましょう。青山学院大学は2021年度に入試改革を行い、国際政治経済学部は共通テストが必須になりました。受験のハードルが上がりましたので、2021年度は志願者が激減しました。2022年はやや戻した状況です。2023年度は、カワポンは、横ばい、と予想しています。法政大学は、2021年度は減少しましたが、2022年度は、大激増しました。V 字回復と言えるでしょう。2023年度は、半増で下がると予想しています。立教の異文化コミュニケーション学部は、2021年度の空増して、2022年度は、やや落ち着きました。2023年度は横ばいと予想しておきます。次に行きます。明治大学の国際日本学部は2年連続上昇しています。2023年度はやや下がるか横ばいと予想しておきます。法政のグローバル教養学部は2022年度に志願者が空落しています。これは入試制度の変更が原因です。英語の独自入試がなくなり、出願の基準が英検12級以上、かつスコアが2500点となります。かなり高い基準になりましたので、志願者はかなり減りました。基準が高いですので、2023年度は横ばいと予想します。次に行きましょう。学習院の国際社会科学部は綺麗な V 字回復となっています。この一つの理由は、国際社会科学部は2021年度はクラス入試が一時廃止されていましたが、2022年度は
クラス入試が復活しました。それが志願者増加の原因の一つではあります。2023年度はやや下がると予想しておきます。中央大学は2つの学部とも2021年度は上昇して2022年度は減少しています。これらも学年減少が生じれば2023年度は少し上がる可能性がありますね。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。